投資選択すらむずい人には向いてる。まあ何も考えんでいいです。何も考えない。超初心者向き。お金さえいるときは勝手に運用してくれるんで。あ、はい、こんにちは。こんにちは。ノマド的節約術の松本です。アシスタントの佐賀彩です。よろしくお願いします。お願いします。今、うん、話題というか最近よく聞くようになったロボアドバイザーっていうものについて、はい、ちょっと松本さんに、ね、はい、教えていただきたいなと思いまして、はい、確かにちょっと聞きますね。そうなんですよ。なんかね、結構 CM とかでもね、なんか今バーってやってるじゃないですか、はいはい、で漠然となんか AI があなたの資産を運用しますみたいな暗号のような喋り方、なんかこう AI が資産運用してくれてどういうことだよなみたいな。そうですね、なんか漠然とロボットがなんかこうお金をこうやってなんかやってるようなイメージがあるんですけどちょっともうちょっとまあ深い話を、まあ、したいなというか、そうですね、聞きたいなっていうので、まあ、松本さんが実はかれこれ2年くらい2年半ぐらいやってます、うん、ロボアドバイザーをね、はい、もうやって資産運用してはるということなので、うんうん、まあ、ちょっとロボアドバイザーについていろいろと聞かせてもらえたらなと、はいはい、思います。はい、まあ、全自動で一応できるんですよ。 はい、お金さえ入れればあと勝手に運用してくれるみたいな感じですね。それどういう何の仕組みなんですか？僕もね、俺の頭の中で完全にもうロボットかかってお金なんかもやってるイメージになってる。あ、でもそんな感じじゃないですか実際。概念的に言えばそんな感じですか？概念、はいはい、お金さえはいどうぞってやったら、はい、うまいことなんかやる仕組みが、まあ、それぞれサービスがいろいろあるんですけど、はい、なんか投資信託とかやったら結局自分のお金をその信託会社に預けて、はい、プロの人がそのお金をまあうまいこと運用して、はい、まあ、株買ったりとかなんやらしてで動かしてるのを代わりに言ったらまあロボット、それがロボットがやってるみたいな感じです。 AI が AI っていうやつですね。なるほど。はい、だから自分のお金を任しといてもう AI のこれまでの知識とか、はい、知識得てきたデータとか、ね、いろんなデータを元に、はい、プログラミングされてると思うんで、それでうまいこと運用をすると、という買ったり売ったりしてっていうのを、まあ、自分のお金預けといたら勝手にやってくれる、勝手にやってくれるみたいな。なるほど、はい、感じですね、はい、すっごいざっくり言うと、すごいざっくり言うと、はい、結局 AI 信用するかどうかっていうところに そこにつきますけどね。だ人よりも AI を信じる人はロボアドバイザーの方がもしかしたらいいかもしれんっていうような、はい、そうですね。なるほどね。なんかいくつかね、うん、なんか名前聞くサービスとかありますけど、ね、はい、ウェルスナビとか、テオとか、はい、ラクラップ、そうですね、とか、はい、その辺が、まあ、主要なところですかね。松本さんはやってるの？一応やってますよ、全部。あ、全部やってるんですか？はい。さすが。人生は実験なんで。僕はあの積み立てをやってるんで、はい、それも一回設定したら終わりなんですけど。はいはい、積み立てさえしてあとは勝手にやってくれるみたいな。ってことは事実上もほんまやってることは投資信託と同じあんま変わんないですね。ただ商品を選ぶ手間はないです、ね、はい、ロボアドは。そっか、もうそれすらも商品選びも全部もう AI がやってくれるからって。そう、 AI ですね。お金渡せばもう勝手に。そうですね、そこの口座開設した会社の特性だけを、はい、まあ、信用するみたいな感じですかね。まあ、今3つともやってるじゃないですか。はい、どれが一番おすすめですか？実績として一番出てるのはウェルスナビです、ね。へえ、あ、なんかよく聞きますね。やっぱり一番有名というか有名なところ、ね、そうですね。ウェルスナビ、ウェルスナビが一番いい結果にはなってます。なるほど、はい、ウェルスナビはなんかその他のサービスともなんか どう違いがあるのかな。そう、サービスごとの違いはまあ、うん、そんなないと思います、うんうん、あ、手数料の割引ですね、はい、大きいところで言うと。ほう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 、うん、ウェルスナビは手数料の割引がある。ああ、ありますね。でもそんなに言うて大した割引じゃないですか。どういう仕組みなんですか？長期間やってると長期割っていうのがあって、はい、ああ、だからでちょっとずつ下がります、ね、長くやればやるほど手数料が下がって、ちょっとずつ下がるからまあその分利益増えますね、はい、うん、利益というか損失も減る。はい、ウェルスナビ最初は10万円入れないやつなんです。あ、最初は10万円入れて、はい、その後は1万円ずつからでもいけないってことですね、はい、月1万から。なるほど。テオっていうもう一個、はい、大きな有名なところなんですけど、はい、そこやと最初1万で、ね、なるほどなるほど。そうか、じゃあウェルスナビの方が最初のハードルはちょっと高いですね。ちょっと高いですかね。
まあでもその分が結果に今見えてきてるみたいな感じのところはどうなんでしょうね。分かんないですね。でもまあ要は積み立てずっとやってる、違うシステムやから、はい、まあ言ったらテオの AI とウェルスナビの AI の違いの、ね、違い、そうです、そこの違いはあるんです。ちなみに手数料っていくらくらいなんですか。手数料 1% ぐらいするんですよ。高いんですよ。 1% か。年間そんぐらいですかかります。あ、でもね、年間1%、はい、年間です。うん、でも高い方ですよね、普通の投資信託。投資信託って 0.2 とかぐらいなんで、まあ、ね、インデックスやと、はい、あ、なるほど、ちょっと高いんですよね、はい、そこだけがデメリットです。やっぱり自動的にその運用してくれる、はい、その多分エンジニアの費用とか、うーん、 AI の維持も多分そういう辺だと思うんですけど、結局そういうところに結構お金かかってると思いますね。まあ、3000万以上になると手数料 0.5% に下がるんですけど、はい、ああ、なるほどなるほど。まあまあ、まず3000万って結構ですね。ハードル高いですか。まあ、いっぱいと思った方がいいです、はい、なるほど。ロバードするときって投資信託は比較対象になると思うんですけど、はい、まあ、何が違うのかとか気になると思うんですよね、うんうんうん、で投資信託って、まあ、自分で商品を選ばないといけない。そうです、ね、何を買うか、うんうん、選びましたもんね、俺買う。あ、そう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 、ね、どれがいいですかとかあったじゃないですか、うん、まあ、そういうのが、はい、ロバードはないんですよ。うん、だからもう AI がもうそれすらも全部選んでくれる。そうそうそう、はい、で何を買うかっていうと、はい、あの、まあ、ETF っていう、またちょっと専門用語だってあります。 ETF 結局投資信託なんですよ、はい、投資信託みたいなのを、はい、ロバードが買って売買していって、はいはい、利益とか、うん、そういうので増えていくみたいな感じです。まあ、マイナスの気持ちはありますけど、はいはいはい、まあ、株がメインですね。株と債券、はい、国債とか、そうですね、はいはい、あと不動産とか、うん、金、ゴールド、おーおー、あの辺に投資してます、ロバートって。だからどちらかというと、うん、もう投資信託すらむずい人には向いてる。まあ、何も考えんでいいです。何も考えんでいい。超初心者向き。お金さえいるときは勝手に運用してくれるんで。あ、ただそのね、ロバートのサービスを信用できるかどうかだけです。まあ、そこですね。それだけです、あ、判断基準って。ロバートアドバイザーするときって、はいはい、あの、まあ、自分のそのリスクをどこまでかけれるかとか、ほう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 、まあ、ハイリスクになるとやっぱその分ハイリターンとか、マイナスのときは大きく下がるときあるんですけど、あの、事前に診断できるんですよね、無料で。うーん、まあ、ウェルスナビだと無料診断っていう、はい、ボタンがあったりするんですけど、はい、そこから自分のリスク許容度っていうのを、はい、あの、決めることができます。うーん、うん、自分の性格とか考え方に対する質問なんで、うん、そういう素直に答えていくだけで自分に合ったリスク許容度が出てきます。うーん、あの、数字が1から5とかまでやったのかな、はい、5が一番リスク取るみたいな感じなんですよ。うん、1やと、あの、一番安全にいくやり方ですね。うん、まあ、ローリスク、ローリターンの1だと。だからそれが高くなっていくと、とハイリスク、ハイリターンになりやすい。だからこういう時はどうするのかみたいな質問が、ね。そうそうそう、そうです、そうです。そうなると、その、うん、それに合った運用の仕方をしてくれる。してくれますね。ああ、なるほど。はい。だから年齢とか年収とか、そんな聞かれ方ですもんね。はいはいはい、ね、こう、金融資産いくらですかとかね。はい、まあ、毎月の積み立て額どうするとか、こんな問題からやります。あ、ここですね、資産運用の目的はどうするかとか、まあ、余裕資金、ここですね、株価1ヶ月で 20% 下落したらどうするとか、うんうんうん、ここで多分だいぶ決まると思います。なるほどな、うん、だからこれもそうですね、投資資産を全て売却する人は多分1位になるでしょう、ね、そういうことですね、はい、そう、追加で買うとかにしたらやっぱ5になりましたね、リスク強度。なるほど、まあ、僕も実際このリスク強度を5で運用してますね。うわ、強っ。でも結果的には今のところはプラスですよ、まあ、もちろんマイナスの時もありましたし、はい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 、はい、それやってみないと分かんないです、正直。あくまでもこれは確率 AI が導き出したデータやから、データです、はい、統計のデータですしかないですね。じゃあということで、はい、実際どうなったかの画面を見せていただいてもいいですか。怖いもの見たさみたいな。いや、ほんまにリスク許容度5の世界をね、はい、ぜひ見していただきたい。はい、階段になってる。階段、あ、積み立てなんでね。あ、そっかそっか、はい、階段入れてる額が増えていってるのか。入れてる額も増えてます、うん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 、で
で下がってるのもちゃんと分かるようになります。あ、この折れ線みたいになってるのが今下評価、うん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 、で下にあの水色、薄い水色のやつじゃないですか、はい、あれは元本が増えた額じゃないですか、ね、あ、なるほど、はい、だから折れ線が上に来てるとプラスってことです、うん、そういうことか、はい、最初30万から入れたんですけど、当時は30万からじゃないと始められなかった。あ、そうなんや。そうそうそう、じゃあ今ちょっとハードルが下がったんですね。10万円からですね、だんだんハードル下がった。うーん、相場がいいと大体プラスになりますね、はあはあ、もうこれも投資信託と似たようなもんですけど、もうほんま全く一緒ですね。はい、一時2018年とか結構マイナスの時ありますね。こことかね、おーおーおー、マイナス18万すげえこれはちょっとやめようかなって考えますよね、さすがにねところが、まあ、またしばらく掘ってたら、うん、まあ、ちょっとずつマイナス減っていき、うん、減っていき、気づいたらプラスになり、すごい、去年の後半はもうすごい伸びてたんですけど、グワーン伸びてますね。グワーンと伸びてますね、この辺から。はあ。今もすごい。これ48万ですね。そうですね。プラス。すげえな。へえ。そんな感じで増えていきます。ちなみに今、入れてる額で言うと、と、はい、350かな。はい。そうか。350万に対して今、はい、まあ、増えた額っていうのが、こう出てますね。左足も。はい、6000くらい。あ、資産クラス書いてるんですか。米国株、日用株、新興国株、米国債券、ゴールド、不動産、うん、で割合もちゃんと出ますね、まあ、扱ってる商品、商品が、ね、まあ、投資してる対象ですね。なるほど、この割合をあの調整してると思います。なるほど、リスク強度、あ、リスク強度に合わせてね、はい、僕は5にしてるんでほとんど株に行ってますけど、うん、多分1やったらほぼ米国債券かゴールドやと思います。ああ、なるほどね、はい、あ、硬いところ、硬いところ行ってると思いますね。なるほど、うん、でも結局はもう投資信託とやっぱりもう値は一緒というか、仕組み自体はそんな変わんないと思います。ロボットがやるのか、はい、自分で選ぶのかっていうところですね。そうそう、ただ手数料が高い、うん、ああそうか、高い、そうですね。さっきも見たけど手数料えらい取られてるなと思って、うーん、累計で多分こんだけ結構いかれてますね。難しいですね、これ。なんかこう今見してもらってまあこの間の投資選択もやっぱりそうですけど、はい、なんか夢はあるけど、はい、これが全てではないというかこうなる保証はないです。そうですね、分かんないです。たまたまやこうなってただけとも言えるんで、うん、逆に投資選択の場合はこういうのを買えばいいとかいう選択が、はい、まあ、できたりするわけじゃないですか、はい、だからある意味で上がるか上がらへんか下がるかっていうのは自己責任で結構選べたりするけど、うん、もうこれの場合はもう全部お任せしちゃうから。そうですね、結構覚悟決めなもしかしたらあるのかもしれない。それはあるかもですね、うん、その代わり、はい、まあ、楽は楽ってことです、うん、だからめっちゃ楽です、ね、初心者の人がちょっとお金運用してみたいけど、はい、投資信託とかよくわからんからっていうのでまず一回バンやってみるのとかにはもしかしたら。そうですね、いい導入としてはありかもしれない、はい、最初ちょっとお試しやってみて、うん、そこから投資信託に入っていくっていう流れもありかもしれないです、うんうんうん、もしかしたら、はい、も考えるいやいやとか言う人はもうこれでドンってやっちゃうのも一つありだと思います。うまくいくことを信じてねそうですね、あと投資信託をやるのと、はいはい、ロバードをやるのと違いで、はい、投資信託やとちょっと配分を変えようかなとかっていう時が出てくると思うんですけど、はい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 、そういうのをしなくていいんですよね。配分をうまいこと調整してくれるんで、その投資信託やったら例えばこの株とこの株を 60%40% やったのを入れ替えようかなみたいな、はい、そうそう、なんか最初思ってたのと違う結果になったりすることがあるんで、まあ、そういうのを防ぎ、どうしても防ぎたんやったらロワードやと何も考えなくて、あ、そこも全部調整してくれるっていう、うん、まあ何しかロボアドはもうお任せしとけば、そうそう、あんまり何も考えたくない、はい、投資はちょっとやっぱやっといた方がいいかなと思うけど、うん、はい、やっぱり忙しいし、うん、まあ、時間あんま取れない、まあ、本当は本業とかプライベートに時間いっぱい取りたい、うん、でもお金やっぱ気になるみたいな人はロボアド、まあ、いいんじゃないかなと思います。信用してないとやらなくていい。そうですね、はい、なるほど、そこに全てが詰まってるんですね。もし興味のある方はぜひちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか、はい、ノマド的節約術では毎月あの月初にウイルス並みの運用実績をあの更新してるんで、はい、
ぜひ概要欄から見ていただければ、定期的にぜひチェックしてみてください。ぜひお願いします。はい、投資信託とはまた別の切り口の積み立て方法、ロボアドバイザーを紹介してきましたけど、まあ、節約チャンネルでは今回のような投資の話とか、まあ、節約にまつわる話を紹介していますので、もし気に入っていただければチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで最後までありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。